劉備殿の留守中に城を奪われたと聞いたが、酒のせいで出なけりゃ遅れは取らねえ。だからあれほど控えようと。すまねえ。この罪は命をもって償え。このバカ者が。益徳、命を軽々しく捨てるな。我らの誓いを思い出せ。兄貴、そなたが死ねば私も死なねばならん。ならこの俺が一人であの城を取り戻す。任せてくれ。水臭いことを言うな、益徳。それがしも行く。私もだ。兄弟の過ちは兄弟で償う。うん。果てにやるぜ。そなたも手伝ってくれるのか。仁と義の志、ありがたきものよ。おう、兄弟の誓いは伊達じゃねえ。絶対俺たちの力で城を取り戻す。しまったやつだ。Yeah!
かなかやるじゃん。まだだ、ここでくたばるわけには。
ダボってな。龍馬に乗っ取られちまったみてえだな。Yeah!
進めば城の中に通じてる。城を取り戻すためだ。コース様、ちっと待ち邪魔すんぜ。人質になるどころか無事に送り返されてきてな。非道で知られる呂布軍がどういう風の吹き回しだ。鬼に頼もう、正気にダボってな。
に頼もう。正気にダボしてな。さて、借りはきっちり返さねえとな。死とは、見落として務めを果たすもの。引くわけにはいかぬ。お主が見落とすは何のためだ。我が問いには刃で答えてもらおう。呂布殿から預かったもの、死しても渡さぬ。鬼に頼もう。正気にダボ
ち越えは無用。切れ。息を収めよ。お主がかばうとはよほどの人物なのだな。お主の刃、これよりこの曹操のために振るうがよい。拙者は敗軍の将、勝者の命に従いまする。呂布は可否にこもった。お主たちも堂々せよ。待って、兄は。死には死ぬまで語れぬ話もある。